ちょっと待てこら。おいてめえ、一体何がどうなってんだ。そうですよ、突然こんなわけのわからない場所に連れてこられて、それに大会って何なんですか。やだな、さっき説明したじゃないですか。あ、さてはもしや全然ついてきてない。しょうがないですね。それじゃあもう一度、レディース・エンジェントルメン、ただいまより第108回キーストーン争奪タッグバトル大会を開催いたします。さっきと回数変わってんじゃねえか。もう細かいところによく気がつく、興味津々ですね。いいですよ、その意気込みはよし。ではご期待にお応えして、早速ルール説明と参りましょう。話聞けよ。ルールは簡単、勝者に明かしてあるキーストーンを持ってゴールを目指せ。キーストーンって、この妙な光る石のことか。その通り、あなたは今回のキーストーンの所有者に選ばれました。 You are lucky boy。 何がラッキーだ、ふざけやがって。ですが、先ほども申しました通り、そのキーストーンは勝者の証。他の大会参加者もまた勝者となるべくキーストーンを狙ってくるでしょう。他の参加者？そうです、最終的にキーストーンを持ってゴールにたどり着いた者こそ勝者、すなわち数多の挑戦者たちをなぎ倒し、大会会場の奥の奥、一番奥、ゴールへとたどり着いたその時こそ、あなたは優勝者としての名誉と景品を手にすることができるのです。いらねえよそんなもん。ねえ、本当に本当にいらないんですか。優勝の景品は元の世界に戻れるなのに。ああ？ほらほら、やっぱり欲しいんじゃないですか。改めて発表いたしましょう。優勝者は、そして優勝者と同じ世界に所属する者は元の世界に戻ることができます。ちょっと待ってください。私たちを元の世界に戻せるのなら大会なんかしなくても戻してください。ねえ、それは困りますよ。知るか、大会だとか優勝だとかてめえの都合なんざこっちには関係ねえんだよ。いいからさっさと俺たちを元の世界に戻しやがれ。そう言われましても、私もしがないただの進行役。元の世界に戻りたいなら、この世界のルールにのっとって優勝を目指してもらうしかありません。くそ、面倒なことになったな。私の目の力でどうにかなったりしませんかね。例えば出口があるならそれを見つけるとか、この世界の構造にちょっとだけ干渉させてもらうとか。確かにそういうことができれば。おっと、手が滑った。ノエル、おいてめえ、ノエルをどこにやった。先ほどのお嬢さんは大会の円滑な運営のために一時的に退場していただきました。多くの方が参加している大会です、反則行為は見逃すわけにはいきませんからね。ふざけんな、ノエルを戻せ。それではぜひ優勝を目指してください。元の世界に戻れれば彼女だって自動的に元の世界に戻ることになるんですから。てめえ。それではしっかりキーストーンを守り抜いてくださいね。健闘を祈っております。では失礼。あちゃれ、くそ、わけがわかんねえまま話だけどんどん進めやがって、まるでウサギと話してるみてえだ。声の主は言ったみたいね。おお、ウサギ、みっともなくうろたえないでちょうだい、目障りよ。急に出てくるのが悪いんだろうが。あら、今から出ていきますとでも言えばよかったのかしら。
そんなことよりラグナ、あなたあれを持っているわね。あれ、もしかしてさっきあいつがキーストーンとか言ってたこれか。そう、それよ。なんだよ、妙に食いつくな。別にそういうわけではないわ。あなたこそ妙な言いがかりはよして。うん、それよりそのキーストーン私に渡しなさい。なんで。いいから渡しなさい。だからなんでだよ。いいから。おいウサギ、てめえなんか知ってやがるな。な、何を言っているのかしら。この不可解な現象を調べるために必要だから渡しなさいと言っているのよ。だったら最初からそう言えばいいだろう。なら今言ったわ。さあ渡しなさい。なんか怪しいんだよな。お取り組み中失礼します。あ、てめえさっきの。早速挑戦者が現れたようです。もうちょうどよくそちらも二人揃ってますね。待ちなさい、私は挑戦者の入場です。あの白髪の男が手にしているもの、あれがキーストーンか。油断するでないぞ、コロス。この場にいる以上あの者ら当然ただ者ではあるまい。そのようなこと言われずとも分かっているさ。チッ、何なんだよ次から次へと。誰でもいいから事情を説明しろ。何度も言ってるじゃないですか、元の世界に戻るためにキーストーンを奪い合ってくださいって。こうなっては仕方がないわ。構えなさいラグナ、彼らは本気よ。あくそ、問答無用だってか。ああ、無用だ。こちらにも帰らねばならない場所があるのでな。行くぞ。ではでは、いよいよ始まりますキーストーン争奪タッグバトル第1試合開始。Get ready! Get ready! Can't escape from crossing fate! Fight! はいかないか。ではここは一旦引くとしよう。お手調べには浅すぎようが、まあよい、楽しめそうだな。なんとか勝ったが、マジでこんなことずっと続けんのか。そうよ、それがこの世界でのルール。そしてそのルールにのっとって、私たちと同じようにこの世界に取り込まれた者たちが戦いを挑んでくるはずよ。あなたの持つキーストーンを求めてね。随分事情に詳しいじゃねえか。
さっきあなたが受けていた説明を私も聞いていたのよ。これくらいすぐに飲み込めて当然でしょ。ああ、すぐに飲み込めないおバカさんもいたようだけれど。てめえ、喧嘩売ろってんだな、望むところだ。残念だけれど、ここでは2対2のタッグバトルでなければ戦闘は成立しないわ。私にどうしても遊んでほしいのなら。あのクソムカつく野郎の言う通り、キーストーンを持ってゴールに行かねえとってことか。ラグナ、ひとまずそれはあなたに預けておくわ。私は少し用があるから、戻ってくるまで必ずそれを守り抜きなさい。決して誰かに渡してはダメよ。いいわね。ま、最初からそのつもりだけどよ。これがねえと元の世界に戻れねえんだろ。そうよ。今はそれだけ分かっていればいいの。それじゃあ任せたわよ。落胆させないでちょうだい。チッ、偉そうにしやがって。絶対何か隠してやがんな。